小倉百人一首、清少納言。世を込めて、鳥の空音は測るとも、世に大阪の席は許さじ。まだ夜の深いうちに、鳥の鳴き声を真似て、うまく騙そうとしても、中国の韓国館ならともかく、あなたと私にある、大阪の席は決して通ることを許さないでしょう。教養にあふれる歌。この和歌は書の名手三席の一人藤原の行成とのやりとりの一部です。ある晩二人で話をして盛り上がっていたのに、行成が宮中の物意味を理由に帰ってしまいます。翌朝、行成から言い訳の手紙が届きました。昨日はごめん。鳥が鳴いたから帰ったんだよ。清少納言は中国の孤児を引き合いにして皮肉を返します。鳥っていうのは鳥の鳴き声で騙して韓国館を開けさせたっていうあれでしょ？行成は清少納言の基地に飛んだ返事が嬉しくて安易に返事をしました。違います。韓国館ではなくて、大阪の席です。大阪の席は、男女の仲を暗示しています。清少納言は怒って、あなたと大阪の席なんか越えません、と読んだのがこの歌です。韓国館の鳥。ここでの鳥は、鶏のことです。中国の孟祥君の故事を踏まえています。姓の孟祥君が秦を脱出しようと夜中に韓国館に差し掛かったとき、一番鳥が鳴かないと門が開かなかったので、部下の一人に鶏の鳴き声を真似させたところ、付近の鶏が一斉に泣き出して朝を告げます。これに騙された門番が門を開けて無事に通過することができたという故事です。それを踏まえて清少納言は私をうまく騙そうとしても無理とやり返しているのです。恋の話の最中に中国の孤児を持ち出すなど可愛げのない女性と捉える人もいるでしょうが、基地に富んだやりとりを多くの男性貴族たちは喜んでいたようです。枕草子。随筆枕草子は平安文学の代表作の一つです。一条天皇の皇后、定子に仕えていた頃を中心に、宮中の生活を書いた随筆です。定子の父、藤原道隆の没後、長期の里下がりの間に執筆したと言われています。虫は、木の花は、すさまじきもの、美しきものに代表される、ものづくしの、類従商談。日常生活や四季の自然を観察した、随草商談。作者が出資した、中宮定子周辺の、宮廷社会を振り返った回想商談、日記商談など多彩な文章からなります。
源氏物語に比肩する中古文学の双璧として後世の連歌、俳諧、仮名造詞に大きな影響を与えました。鴨の長明の北条記、吉田兼好のつれづれ草と並んで日本三大随筆と称されます。清少納言。平安時代中期の女流作家、歌人。清少納言は清原の元助の娘です。姓は清原から取ったもの。本名は清原の凪子とされています。16歳の頃一度目の結婚をしますが長続きせず、再婚しますがこれもうまくいきませんでした。中宮、天皇、中野関白家、道隆の一門に囲まれた華やかな宮廷生活は2年弱で終わり、その後の没落も目の当たりにします。亭主が若くして亡くなった後は宮仕えをやめて京都郊外で晩年を過ごし、不遇のうちに一生を終えたと言われています。当時では長寿といえる60歳ぐらいの人生のうち宮仕えはわずか7年。それが彼女にとって最も輝かしい時代だったと言えるでしょう。紫式部との関係。清少納言と紫式部はたびたび比較されますが、二人とも教養の高い女性です。違いは清少納言がその才能を包み隠さなかったことです。平安時代の女性は仮名文化で、漢字は男性の教養とされていました。しかし清少納言は漢字を何のためらいもなく書いていました。紫式部は清少納言のことを紫式部日記で痛烈に批判しています。私だって漢字くらい書けるけど、それを見せびらかすものではない。それに間違いも多いし大したことはない。ところが二人が女官として宮中に仕えていた時期はずれており、接触はなかったと思われます。清少納言は晩年、一条天皇の中宮亭主が眠る鳥辺野の御笹木に近い仙入寺あたりに隠姓していたと伝わっています。仙入寺には清少納言の歌碑が建てられています。